皆さんこんにちは、元ブログチャンネルのタカです。今日はですね、元ブログ用ヘルメットで、なんかいいのないかなということで、まあ、私なりにですね、試着をしたりだとか、メーカーさんの、まあ、各ホームページを見たりだとか、まあ、する中でですね、私が選んだのが、まあ、株式会社、OGK カブトさんが発売する、カムイ2というフルフェイス型のヘルメットになります。で、まあ、こちら あのヘルメットをね、まあ、選んだ理由とか、まあ、このヘルメットの、特徴だとかっていうのをね、今回ちょっとお伝えをしたいと思います。で、まあこの元ブログヘルメット、私が選んだこのヘルメットについて、2部構成で、ちょっとご案内をさせていただきたいなと考えています。で、まあ、今回が最初の、1部目なんですが、実際にそのヘルメットを、まあ、客観的に見て、どう思ったのかっていうところと、まあ、ヘルメット自体の、メーカーさんが発表する、機能についてですね、こちらに、まあ、フォーカスした形で、ご案内の方をしていきたいと思います。まずですね、こちらの OGK カブトさんの、そのカムイ2というヘルメットなんですけれども、ウェイクスタビライザーというまあ、乱流を抑制する高速走行時のね、安定性ということで、まあ、こういったところですね、かなりこう彫刻刀で彫ったような造形というかね、後ろの方を見ていきますと、まあ、このようななんか亀の甲羅なのかな、よくわかんないですけど、まあこういうウェイクスタビライザーという、まあ、こういうところどころですね、凹凸がある、これがOGK カブトさんの、まあ、特許技術ということで、まあ、こういった造形を、しているヘルメットになります。で、私にとってはですね、まあ、これはマストアイテムではないんですけれど、ただまあその高速安定性もそうだし、静粛性にも貢献するのかなということで、すごい関心が高かった部分ですね。で、次にですね、ベンチレーションになります。このベンチレーションはですね、ちょうど前の部分から見るとですね、ちょうどこのチンガードの前のところに、このベンチレーションが、ついてます。オンオフは、この切り替えでできるようになってます。で、上のところはですね、2箇所あります。こちらに、オープンクローズって形で、2箇所入ってますね。で、でさらに、後ろ側にですね、中にこもったその熱気を逃がすものですね。そして、これもオンオフっていう形になってますね。はい。っていう形で。まあ、こういったところにもですね、ダクトが設けられてます。はい。というような形の、まず、機能になっていると思います。で、まあ、さらにですね、私がまあこだわってた部分なんですけれども、まあ、これ、ワイドタイプのピンロックシート、まあ、別売りにはなるんですけれども、こちらの、スクリーンの部分ですね、スクリーンの部分に、中にですね、ちょっと見づらいかもしれないんですけれども、透明で、ここに中に、このシールドの中から、ピンロックで、はめ込む、オプションのですね、別売りの、ワイドタイプの、ピンロックシートっていうのが今、装備されています。で、標準ではついてないんですけれども、このワイドタイプのピンロックシートを装着することで、雨の日の視界がね、非常にクリアになるっていう、まあ、曇らないっていうことで、私はまあ雨天走行時の視界の確保ということでこちらを装着しました。で、こちらはね、別売りで、装着できるものになってます。で、カムイのこれ2なんですけれども、1でもこのピンロックシートがあったみたいなんですが、それと比べてですね、高さが、高くなって、この幅がですね、広がってワイドになってる
まあだから縦幅も横幅もワイドになって視界が広がるよっていう、そういう商品のようですね。ただあのカムイ1の方もですね、こちらの、シールドっていうかね、ごと変えてしまうことで、こちらのピンロックシートにもバージョンアップできる感じです。はい。でまあこれはですね、私がその元ブログをする上で、絶対ちょっと欲しいな、外せないなっていうような機能になります。で次ですね、やはりそのヘルメットの中で過ごす時間が多いとですね、夏場なんかはやっぱり汗ばんできますので、まあ脱着がね、中がその脱着ができるっていうところ、まあそこがですね、私としては非常にポイント高かったんですね。でまあこちらはですね、ちょっと暗くて見づらいかもしれないんですが、まあこういった内装の、まあこういったところとか、こういったところとか、中のまあこういった素材とかですね、いうのが全部ですね、丸洗いできるっていうか、でまあ吸湿、速乾性に優れる、まあ、クールマックス素材っていうのが、内装に装備されてますので、この丸洗いできるっていうことで衛生面でもね、保てるっていうことで、ちょっとこちらの方をね、選んだ理由の一つになりますね。でまたちょっと戻るんですけれども、こちらのねシールド、非常にですね脱着が簡単でですね、この上げた状態で、こちらにこうレバーがあるんですけど、このレバーをグッと下ろすだけでカチャッと取れるっていう。でこちらも、開けた状態でここをグッと下ろすだけでカチャッと取れるっていう。まあ今ちょっと指紋とかついちゃうんで、ちょっとレビューをね後でしたいので、ちょっと割愛しますけれども、そういったシールドが簡単に脱着できるっていうのもこちらの、特徴になります。でそれからですね、私がですね絶対欲しかった機能で、インナーサンバイザーですかね、サンシェードで、まあ、前回の動画でもですね、このシールドがですね、外からでもいいし、この内側からでもいいし、とにかく、降りてくるタイプが欲しいっていう話をしていました。で、こちらのタイプはですね、こちらの、引っ掛けるところがありまして、これを簡単にピッてやると、こうサングラス、インナーサンシェードが降りてくると。なので、トンネルの時なんかだと、これを、上げて、で、日中はですね、普段はもうこう下げっぱなし。あとは、自画撮りをした時だとか、まあそういった時にですね、モザイクをかけないで、これで、済んじゃうっていう形になりますね。はい。で、このインナーサンシェードは、非常に私が、欲しかった機能の一つになります。横から見るとこんな感じですね。まあ、このような感じで、非常に、モザイクなんかしなくてもいいので、いいなと思っています。はい。で、まあ、こちらのですね、実際に使ってみての視界が、しっかりと屈折がない、歪みのない視界なのか、あと色の濃さが、適切で、まあ、コントラストが、しっかり上がってですね、しっかりと見れるのかどうか、まあ、そこら辺はね、第2部ということの、走行編でちょっと検証してみたいと思います。はい。で、次にですね、この中の素材なんですけどね、中はちょっとね、ちょっともうなんかパチッとしちゃってるんですけど、まあちょっと言葉だけで説明しますと、まあここのね、こういったツルをですね、通しやすい、チックパッドになってまして、で、メガネのね、着用感もね、すごい、良好というか、すごい気持ちいい感じなんですね。なので、チックパッドの形状のところの、ここですね、ここにね、スリットがこう入ってます。ですので、このチークパッドの上のところの隙間が十分なあれがありますので、メガネをスッと通せるっていうところ、これもね、メガネをする私にとっては非常に、重要な部分でした。はい。でさらにですね、こちらの、バックルになるんですけれども、やはり走行中の、着脱っていうことで、まあ、ここをね、本当にプルって書いて引っ張るだけで、まあちょっとビデオを撮りながらやってるのでやりづらいんですけど、これ反対か、このあの引っ張るだけでこの開け閉めができるっていう形ですね。はい。ラチェット式になってますんで、
これもね非常に楽ですよね。ちょっとね映像見ながら位置とかもね合わせながらやってるんでちょっと手間取ってたんですけど、本当に楽なダブルアクションのねラジェット式のバックルになってます。はい。でそれからですね、はい、まあ、このチンストラップ自体がですね、モフ素材を採用した、高い抗菌性消臭効果が持続できるということで、まあ、こう衛生面でもね結構、安心かなと思います。はい。でそれからですね、このここなんですけどね、今これつけてやってますけど、これ標準でですね、このチンカーテン、はい、チン、その何ですかね、ウィンドシャッターですかね、ウィンドシャッター、これがもうここに差し込むだけの、ウィンドシャッターになってますんで、風切り音なんかがこう舞い込んでこないっていう、今まで私がちょっと苦労した部分ですね、これが結構効果を発揮するのかなと思っています。はい。で、さらにですね、こちら、まあ、オプションでつけてるんですけど、これがオプションですね。で、こちらのですね、脱着式のノーズガード、まあ、これね、もうちょっと低いこういうタイプのものが、同梱されてるんですよ。 ですがそれだとですね、この、こちらを締めた時にここの部分がですね、鼻とほっぺの部分が、見えちゃうので、ちょっと私の見苦しい顔をね、ちょっと出さずに済むっていうことで、こちらを実際にねかぶってみるとこういうふうに覆ってくれるっていうことで、まあ、曇り止めにもなりますし、そのモザイク処理しなくてもいい、プライバシーの保護にもなりますので、普段ね、外で自分が顔でするときはこのような形でできるかなと思って、こちらはね、その正式名称ブレスガードっていうんですかね、これをオプションで購入しました。ですので私がこのカムイ2に対してオプションで付けたのはこのブレスガードですね。ブレスガードとこちらのピンロックシート、この2点をオプションで付けてる形になります。であとですね、私がですね実際にちょっと被ってみていいなと思ったのが、ここがですねちょっとなんかこうなんですかね、こうへの字になってるというか、こういうふうにへの字になってる、こちらもこうへの字になってますんで、ここがねこうへこんでるんですね。ですのでこう持った時にですね、こう持った時にちょっとこれ取りながらなんですあれですけど、こう持った時にですね、これをですねここをへの字のとこの、ところにですね自然に手を引っ掛けてグッとこう広げやすい、だからフルフェイスならではの、そのかぶりやすさっていうことにも、ここはね、への字口にこうグッとなってるのが突っ張りやすいっていうのも特徴としてあるのかなと思います。はい。なのでまあこういったね頭の出し入りがしやすいっていうのもやっぱりフルフェイスにやっぱり求める要素になってくるのかなと思います。で、まあ、以上がですねこの、そのカムイ2っていうヘルメット、そのものに対しての機能というですかね、機能というか特徴になりますね。はい。で、ここから先はですねちょっと私がですねちょっと今まで、懸案として思ってたところを実際にですねこのヘルメットを、かぶってみたイメージで、ちょっと私なりのね、ちょっとね、コメントをね追加したいなと思います。ではね、ちょっとヘルメットをねかぶってみたいと思います。はい。今ねちょっとヘルメットをねかぶってみました。で、ヘルメットをかぶった状態で、まあ、このね、このノーズパッドっていうの中にワイヤーっていうんですかね、なんか形状を記憶するようなものが入ってまして、鼻の形に合わせてこうとんがらせることもできるし、こう平らにすることもできるし、しっかりとこう自立させるような、こういった、まあ、こういったって言っても分かんないですけど、まあ、これが
形状をしっかりと記憶するような、中にこう硬くてこう変形できるようなものがここに入ってますんで、自分のその鼻の形に合わせて、ちょっと R をね、作れるっていう風になってます。はい。で、まあ、これをやることによって、この開けた状態でも、鼻からのその息が、上に上がってこないで下に来て、曇りその防止っていう風になる商品になってます。まあ、こちらがオプションのものですね。はい。で、まあ、シールドを閉めた状態だと、まあ、こういった形ですね。夜間の走行、まあ、トンネルの中なんかはこのような感じで、走っていくような形ですね。はい。で、まあ、横から見ると、まあ、このような感じですね。はい。非常にクリアな視界。はい。まあ、念のため、こう反対の方から見ると、このような感じですね。はい。で、今度ですね、シールドをね、下げてみたいと思います。まあ、このクリアのシールドを下げた状態で実際にはこう走ってる時はこうやるんですけどね。そうすると、こんな感じでですね、このブレスガードとこのサングラス、インナーサンシェードがずっと降りてきて、完全に自分の顔がね、外からは見えなくなると。まあ、横から見ると多少はね、見えるかもしれないんですけれども、まあ、実際にですね、これ人が被るともうちょっと顔がグッとこうなって、この隙間は埋まると思うんですね。はい。今ちょっと仮にね、人じゃないですからね。はい。で、まあ、こういう形にすることによって、その元ブログなんかで、こう、自分でね、自分に向けてこの動画をね、撮るときなんかに、ここも埋まってくれて、ここも埋まってくれて、カメラを向けてもですね、顔が映らないので後でモザイクをかける、必要がないということで、まあ、ここはですね、私自身が非常にちょっとこだわった部分でもあって、まあ、これがないとちょっと外せないなと思ってたので、これ自体はね非常に、いい機能だと思います。はい。まあ、こういった形ですね。はい。はい。で、まあ、かぶってみた感じで、まあ、このような感じで、で、今度ね、下の方、下から見るとですね、こちらの、首の間もですね、首の間とか顔の間もこのチンカーテンがあることによって、しっかりとしたこう風の巻き込みが、その抑えられて、ここから巻き込みがなくなりますので、中に今スピーカーをステレオ型スピーカー、インカムのスピーカーを、この辺に入れて、でソニーの ECM719 というマイクを、まあ、センターにマウントして、で、インカム用のマイクもセンターよりもちょっと右側にオフセットするような形でマウントして、全部ここに埋設してるんですけれども、ここの空間がですね、まあ、程よい空間があることによって、干渉することはないので、まあ、いけるかなと思います。まあ、かなっていう、まあ、ハテナマークっていうのはまだ私実際に走行していませんので、走ってどうかっていうのは これからですね、検証していきたいと思います。で、それからですね、まあ、ヘルメットそのものっていうわけじゃないんですけど、このヘルメットとインカムの組み合わせで私がこだわったのは、ここのですね、クランプする部分が、このクランプユニットがしっかりと、入り込めるかどうかっていうところですね。っていうところ、非常に私がこだわった部分になります。はい。で、今これ違和感なくこうちゃんとフィットしてまして、まあ R でいきますとですね、これ反対側で見ると分かるんですけれども、ここにですね、ちょうどこの山の字っていうか、への字っていうか、ここがですね、こういうふうになってる、ちょうどここの部分ですね、ここの部分のところでグッとこう押さえ込んでるような、ここまで入り込むようなところで、この位置でこうクランプしてるような感じになりますね。で、この隙間なんですけど、ここのですね、パッド、こちらのパッドがですね、全部こうグッと取れますので、まず取ってこのクランプユニットをグッと差し込んで、中にスッ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 と入れていくような感じになります。はい。で、配線はですね、この、棒体とこの、この、パッドとかの中に、顔の頭の出し入れをしても干渉しないところを通している感じですね。はい。なるべくその外側のところを
通しているような感じになります。はい、ですので、まあ、全体的にね、見た時にしっかりとしたこう密封性がある、感じになりますね。こう見るとどこからも巻き込みの、風が入ってこない、これもですねちょっと、走行時にねかなり効果を期待して、いい部分かなと思います。はい、でまあ、後ろから見たときこんな感じになりますね。はい、でまあ、最後にですね、私がですね、なぜこのカムイ2っていう、モデルにして、でまたこの色をですね、この艶消しの黒にしたかというとですね、まあ、私自身今はですね、モトブログの撮影環境はですね、家庭用のホームビデオなんかをショルダーマウントにしてまして、かなりこう大げさな機材なんですね。でさらに白いヘルメット、今まで使ってたのは白のヘルメットっていうのは夜間の視界視認性とかが良くて安全なのかなと思ってずっとヘルメットは白が多かったんですけれども、ちょっとやっぱり人目が気になるっていうか、まあ、人目が気になるんだったら元ブログするなって話なんですが、まあ、元ブログはしたいんですけど、まあ、多少ですねちょっと周りに溶け込めるような感じにしたいなと思って、一番その目立たない色っていうことを考えたときに、その艶消しの黒ですね。ただ艶消しの黒ならではっていうのはちょっと気になるのは、こう手垢とかですね、触ると結構残っちゃうっていうか、 目立つっていうか、まあ艶ありもそうかもしれないですけどね、まあ、黒ならではのそういう汚れが目立つっていうのはあるかもしれないですね。はい、でもう一つですね、いろんなメーカーさんのラインナップがある中で、これはですね、将来的な私のその構想として、このカムイ2を選んだ理由はですね、ここのですね、口元のこの部分のデザインなんですね。で、ここにですね、ここがフラットなんですよね。ここがフラット、ちょっとね、湾曲はしてるものの、ここが非常にフラットなので、将来的にですね、かなりこう広角のワイドなそのビューで、そのここにですねマウスマウントの、カメラをつけたいなっていうのがあったんですね。でそういった時にここに凹凸があったりとか、ここにベンチレーションが大きく開いてたりとかすると、この辺にちょっとマウントをしていかなきゃいけないので、まあ、ここでも全然いいんですけど、私としてはこのセンターのところにマウントしたいなって、まあ実際にね勉強していく中で別にここにこだわる必要はないっていう結論になるかもしれないですけど、今の時点ではですね、ここのマウスマウントちょっとしたいなっていう、まあそういったね構想っていうかね、まあそういった気持ちがあるもんですから、まあどうせ選ぶんであればここのところですね、フラットな、ここがまあフラットに近い形の、このヘルメットがいいなということで、まあそういったのもね含めてこのカムイ2っていうヘルメットにしました。はい、でまあ以上がですね、私がこのヘルメット、をまあ選んだ理由になります。でまあ次次回はですね私自身がですね、このヘルメットをかぶってですね、市街地、それからバイパスとかですね、海岸線とかですね、まあ、実用でこのヘルメットをかぶって、運転してみた時に、まあ、率直にその思った感想ですね、メーカーさんが公表してるそのカタログスペックとか機能とかではなくて、その一ユーザーとしてですね、率直に思うところをですね、その走行しながら、私自身にその自画撮りっていう形で、カメラを向けてですね、まあレポートをねしていきたいなと思います。それが一応二部構成の、その動画として今考えているものになりますね。で、まあ、全体としては今回ご紹介した客観的にこのヘルメットそのものを見た時に私がそのどういうふうに感じているのかっていうところと、で後編はですね、私自身がそのヘルメットを着用して、それで、主にね、自分が、感じたところ、
思うところで、もうちょっとこうした方がいいかなっていうようなところ、まあそういったところをですね、レポートしていきたいなと思います。はい、それではですね、今回のその動画としては、これで、以上にしたいと思います。それでは、皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございました。今日は、モトブロ用ヘルメットに対して、実際に私が思うところを、動画配信させていただきました。モトブログチャンネルのタカでした。